こんにちは、ライフゴーゾーンです。いつもご視聴ありがとうございます。で、シャープ2まで作った、センターコンソールレス化なんですけども、今回で一応無事終わりました。まあ、かなりマニアックというか、好みが分かれるようなカスタムなんで、まあ、参考にしていただける方がいらっしゃるかどうかわからないんですが、まあ、ちょっと私、ああいうスタイルが好きなんで、以前の動画のコメントでもありましたけど、もう大昔ですけど、マツダがですね、M2 という、まあ、ちょっと特殊なブランドを作って M2-1001 っていう車を出したことがあったんですね。でその車、私も以前乗ってたんですけども、センターコンソールがやっぱりなくて、こうカーペットが敷いてあってですね、すごいシンプルなスタイルになっていて、多分ね、その擦り込みが私もあるんだと思うんですけど、ああいうこう何もない素っ気ない感じのスタイルがすごい好きなんで、まあ、今回やってみました。まあスポーツカーじゃないんでね、どっちかっていうとこう働く車的な、ニュアンスでですね、こうもうシンプルな形を作ってみたんですけども、いかがですかね。今回使った部品っていうのは特殊なものは全然なくって、シートヒーターのスイッチの一節は、サイトで売ってるカプラーと端子と配線を使ってますし、あとカーペット自体もアマゾンで普通に売ってるやつです。あとカーペット敷く中にちょっと詰め物した、ニードルフェルトですかね、あれも普通によくこうカーオーディオなんかをこうセットされる時にこう静音させるためのニードルフェルト、箱に入ってるの売ってると思うんですけども、なんとか計画っていうやつですね、あれをそのまま使ってますんで特殊なもんじゃないですね。で強いて1個購入しにくいというか、どこで買ったらいいんだろうっていうのがあったのが、サイドブレーキのレバーで使ったこうブーツです。蛇腹のブーツ、あれは実はですね、まあお気づきの方ももういらっしゃると思うんですけども、あれ実はJB64、JB74 のマニュアル、マニュアルトランスミッション車のシフトのブーツです。で、あのシフトブーツを一回ディーラーに注文しに行ったんですけども、まあ私の車オートマなんで、オートマの車体番号だと検索できませんね、なんていう感じで、まあ手よく断られてしまったもんなんで、まあちょっと足を伸ばして、スズキの部品販売やってるところが、もちろんスズキオフィシャルのところですけれども、あるもんなんで、そこに行って、でまあちょっとパーツリストを見させてもらって、これとこれっていうことで注文したのが、蛇腹のブーツですね。サイドブレーキに使った、あれぐらいですかね、購入にちょっと、手間取ったものは。それ以外は普通に、Amazon だったりとか、まあ専門ですけどもサイトで売ってるようなものなので、特別こう難しい買い物が難しいものはないかなっていう感じなんですけども、あとはね、この手の手作りカスタムなんで、まあ今回は私がやりましたけども、まあ人それぞれで、どういう形でやるかと、どういう方法でやるかとか、まあいろいろあると思うんですけども、まあそこら辺をまあ過去の動画もご覧いただきながら、もしご参考されたいという方が多分相当いないと思うんですけども、いらっしゃったらちょっとご覧いただいてもいいのかなというふうに思います。で、サイドブレーキに使用した、マニュアルトランスミッション用のシフトレバーの根元のシフトブーツですね、あれがあれでいけるなってなるまではですね、結構蛇腹ブーツの旅に出てましてですね、一つなんかこれ Amazon で売ってるこうブーツなんですけども、これはですね、多分アメ車とかに使うようなやつだと思うんですよね。で最初これでいけるかなと思ったんですけど、ちょっとですね、こう寸法が足りな
いのと、まあ見ての通りここにちょっと穴があるんですけど、こう拡大してで、サイドブレーキのレバーがこうニョキッと出るようにすればいいかなと思ったんですけど、結構金属部分が出まくっちゃうっていう感じで、この寸法が足らないのとちょっと露出が大きすぎちゃうかなっていうんで、これは断念しました。うん、今後何に使ったらいいか分かんないです。で、あの現行のジムニーのマニュアルトランスミッション用のシフトブーツが手に入らないかなってなってた時に、これですね、これは JB23 用のマニュアルトランスミッション用のブーツです。ジャバラブーツです。で、これをこんな感じで、使えればまあこうサイドブレーキのレバーが出て使えるかなっていうふうに思ったんですね。で、ただこれで最終的にやらなかったのは、やっぱりもともとついてるトランスファーのレバーのブーツ、ちっちゃい方ですね、あれの形とこれがやっぱりね微妙に違うんですよね。これね、すごく柔らかくて使い勝手がいいっていうか、まあ、ちょっとこの辺りは加工しちゃってるんですけども、結構使い勝手が良くていいかなと思ってたんですけど、やっぱね形が違うんですよね、どうしても。当たり前ですけどね。なので断念して、結果現行のジムニーシエラのマニュアル用のシフトブーツにしました。で、あのシフトブーツはシフトブーツでデザインはいいんですけども、あと寸法的にもバッチリサイドブレーキをカバーできるんですけど、ちょっとこの JB23 のよりも硬くてですね、サイドブレーキを下ろした段階で、まあ、これで言えばこういう状態になるわけなんですけども、この反発がですね結構強くて、サイドブレーキがちょっと上がっちゃうんですよね。あ、これどうしようかなみたいな感じだったんですけども、そこら辺はちょっとこう部分部分にこう避けないような加工をしながらカットを入れて、ちょっと逃げを作ってあげて、あそこに収めました。なのでシフトブーツっていうか、サイドブレーキのブーツの加工、部品の手配と加工で多分ね10日ぐらいかかっちゃいましたね。だからあれだけ唯一ちょっと部品の調達とか、なんていうんですかね、ちょっとこう段取りに手間取ったやつでしたね。ということで最後までご視聴ありがとうございます。今後もですね、今回のようなちょっと、まあ自分なりのカスタムみたいなものをもやっていきたいと思いますので、その都度それももちろん動画にしていきたいと思いますので、お楽しみにしていただければというふうに思います。ということで、もしこの動画よろしければいいねボタン、それからぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ということで、ご視聴ありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。